さっきまで寝てたんだよね。マジで5分前まで。学校早かったからね。そう、学校早かったので学校終わってお仕事行って寝てた。目がカピカピ。いやダメよ。ショールーム。あ、いい感じ。クシナプレゼント受け取った。受け取った。めちゃくちゃすごい。何あれ。なんかすごい、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。これさ、やっぱなんか入れるよね。暗いよね、ちょっと。こうするか。サルホースさん、フカありがとうございます。草尾さん、だるまありがとうございます。カンさん、だるまありがとう。バラ86さん、ハットありがとうございます。お土産の SD 上手だね、かわいい。え、そうでしょう。でもちょっとやりすぎた。なんか長いのある。そうだ、ちょっとやりすぎてて、さっきまで寝てたからさ、ここコッペ赤、めっちゃ熱持っとる。ハゲマイスイさん、ハットありがとうございます。杉太郎さん、だるまありがとうございます。ゆうきさん、ハットありがとう。おいちゃん、ハットありがとうございます。久しぶり、ごめんね、全然反応できなくて。いいよ、こんばんは。こんばんは。あおいちゃん、ペライトありがとう。イブキックさん、ハートありがとうございます。吸い込まれそう、あくびに。だってもうね、まだ眠い。猫のトラジロは、猫のトラジロすぐそこにね、ゴロゴロしてる。トラシャーン、トラシャーン。もうね、寝てます、そこで。かわいい。コヘイ、ハートありがとう。安いチキアスさん、さん猫ありがとうございます。やっぱ最近メールの調子が本当に悪いんだけど、私の携帯のせいかな。本当にね、メールが街で送られない。昨日ね、昨日4通送ったんですよ、合計で。昨日4通送ったはずなのにね、1通しか届いてないっぽくってね。なーぜなーぜ。悲しいだけ。お腹が空いちゃう、私は。あのね、なんか今日さ、帰ってお仕事から帰ってきてお餅食べたの。したらね、本当にこんぐらいだよ。ちょっとずつ食べるっていうか、もう今日も18だしさ、もうさ、すりゃさこんくらいずつ食べるじゃん。自分の喉一番分かってんだからさ、これはいけるなって食べるやん。そしたらお母さんがさ、もうそれ大きすぎるって。いつまで経ってもなんか、もうちょっとちっちゃくしてから食べなさいよって言われて、もう18歳なのにって思いながら半分にしました。ここでさ、ねねね取るけどさ、お母さん、ねね起き上がってきた瞬間うつるんじゃない？ね、どうしとこう。ねねねね、ね、爆睡しとるもん、いぶきの膝で。ねねね、反対にお前ね、あ、そうや、倒れたら、こっちに来たら、ねね、じゃあ、ねねの寝顔うつすまで5秒前4。でも引っかかって倒れそうだよ、最悪。半分にして、半分にしてよね。ちゃんと半分に切ってから食べちゃう。え、くちゃい。
柿。柿ね。柿洗いよ。じゃい。ね、里芋に好きってさ。しゅんさん、ホットココアありがとう。いぶきっちさん、招き猫ありがとうございます。いぶちゃんと同じ顔なのかな。あのね、いぶきはね、いぶきのお姉ちゃんたちね、似てるって言われる時もあるし、似てないって言われる時もあるんだよね。でも似てるって言われることが多いのは次女です。初見です。ファルシャンさん、ありがとうございます。ママと見てるよって。ママー、ヤッホーママー、やった。虹色の足ありがとう。葵ちゃんかわいい、ありがとうございます。いぶきちゃん、鹿児島で黒豚食べたの。それがさ、食べなかったのよね。黒豚食べなかったの。鹿児島アイスに負けた。間違えた、白熊アイス。じゃあお父さんが帰り食べるって言ったよ。うん、黒豚。お腹いっぱいで食べる。あ、そう、アイスでね。あ、朝ごはんの食べ方。チャゲさん、だるまありがとうございます。ソーマさん、ハットありがとうございます。最近いぶき見てるドラマずっとあってね。あら、マスクしてたいボイスを今ハマってます。鹿児島で何食べたの、何したの。なんか温泉入って白熊アイス行って、神社に行って、まあそんな。トラトラ、砂蒸し温泉入ったるって。入ってないでしょ。ありがとうございます。バラエティー B の全力待機中。やばい、忘れてた。今日の24時わかんないぐらいからバラエティー B 見てください。お年玉いくら貯まった。まだやってないんです。ゲームです。ゲームです。私我が家のお年玉チャレンジ。お父さんがね、いっぱいね。どこにあるの、ちょっと待ってて。あ、わかった。じゃじゃーん、ここにお父さんが貯めた大量のお金があります。500円玉とか。これをお父さんって小銭をね使わないんですよ。あの、貯めよったという。そう、貯めよった。どう。でもね、前も一回やったことあるの。こうやってね、お布団のね、お布団のところにこういう紙コップじゃないけど、なんかお皿じゃないけど、そういうのを置いてお賽銭みたいにシュッて入れるの。入ったらその分もらえるのっていうゲームをして、私はこの3姉妹でやって、この前は2,000〜3,000ぐらい私が思いっきり勝ちました。だから今回もいろんなゲームでこのこれをみんなでもらっていきます。はっ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 ていうゲームなのです。葵ちゃん、服ありがとうございます。お年玉で3000円少なく。お年玉じゃない、お父さんが気が向いてやり始めたのその時は冷凍もそうなんだ。めっちゃ入ってるよこれね、ほら、うん、500円玉もいっぱい、500円玉だ、いっぱいです。え、500円玉じゃないね、これ早くしよう、うん、結構500円玉。ももはんとありがとうございます、うん、おー、
シュルルルン。まあ、これをみんなでわちゃわちゃしながらもらうというゲームで、ポップコーンさん、だるまありがとうございます。元気が一番さん、だるまありがとうございます。りょうたさん、千万円ありがとう。ハリモニーちゃん、虹色の星ありがとうございます。全部落ちる。ほら、今日の石橋家の夜ご飯はあるって。柿鍋。え、もう数残ってなくなったの？あ、あるよ。数がある？大変なのね。食べた、あ、作れないかな。すぐ塩抜きせんの。あ、なるほど。今はもうつけてるのない。つけてるのない。この間つけて、もう大変や塩抜きが。柿いいなんだって柿鍋です。ワクワク。ソイルホースさん、叩くのありがとう。サーマルさん、ハートありがとうございます。数の子美味しいね、本当に美味しい。もうね、ゴリゴリだよね数の子。あの食感がいぶきは一番好きです。こういう丸々2本食べる、ゴリゴリ美味しい、いっぱい食べれる。あれ、柿鍋いいね。数の子も、数の子うちにあるよ、食べにおいでって。食べに行かせてくれー。冬の間に、あ、なんとか前なんとかに柿小屋食べに来てよって。行き、え、行きたい。冬の間にだって。もう柿行きたいんだよね。チーとナナカを連れて行くという約束をしてるのよ。行かなきゃならないの。数の子には醤油つける、私はつけません。塩数の子って。塩、うん、塩抜きじゃないらしいです。私はよくわかりません。もう出来上がったのしか私は知りません。数の子食べる専門に、食べる専門なの。明太数の子食べてるって。もう数の子、今数の子は食べたいよ。すぐに食べる。アシュラーさん、かわいい、ありがとうございます。近々に糸島の掛け声に行くです。じゃあ会うかもだ、もしかしたらね。うん。りょうたさん、だるまありがとうございます。その時は話しかけてくださいな。香港のジャッキーさん、ハートありがとうございます。掛け声2年連続体調悪くなったので二度と食べんだな、多分。お父さんと一緒。お父さんと一緒。あのね、でもね、ぶきさ、それ心配で調べたことあるのよ。それね、牡蠣ってあの体質に合ってない人は2回以上かかるんだってよ。合ってる人はなんないんだって。だからお父さんだけ。そう、だからお父さんは合ってないの。アレルギーみたいなもんらしいよ。だからどれも牡蠣アレルギーです、多分。うん。本当なの、本当に本当に書かれてあったよ。いっぱい当たる人って調べたらね、出てきたんだもん。本当に柿アレルギーみたいな書かれてあったんだってば。証明したいから待って。柿何回も当たる。なんかで私は見たんだよらしいよ。だからお父ちゃんもです。いぶきもアレルギーだ。私はアレルギーじゃない、ないない。いぶきのアレルギー何？杉？あ、ブタクサ。あ、ブタクサ、花粉、お花、お花系。お花じゃない、草、ブタクサ。この間ママが買ってきて生ガキ食べたら加熱用だって。加熱用のやつを生ガキにして食べちゃったの。いた、お腹壊した。でも壊さなさそうだね。そらジローハートありがとうございます。あおいちゃん、招き猫ありがとう。トラ、招き猫、トラ、招き猫え、来た来た
ケモケが来た。え、止まってる。ん？動きようよ。うん。止まってる。え？今？うん。え？全く動いてない。スクショしてランキング。止まってるわ。動き、動きようよ。こっちも全く動いてない。え、止まってるよ絶対。スクショしてランキング、ランキング、ランキング、うん、一応しとく。うん、そうね。え、動いてないよ絶対。だってこっちもほら動いてるよって言う。ビクト、え、ランキングした、スクショ。ちょ、声、あ、ちょ待って、見える、声で見えない、見えない、スクショ押していっか。あれあれ、ランキングっていう武器にしか見えない、ランキング気にしか見えない。ちょっといいや、切る。せーの、とりあえずスクショしたけん、いい、一回。なんでこんな、なんでやろうね。戻ってきたよ。戻ってきた。うん、動いてたの私は今まで。うん、もうトラがこっち来たけんや、電波その目撃でカツ、ただいま。もがえもんさん、こんばん、こんばん。昨日、一昨日ぐらいにさ、急に来たななか LINE がめちゃくちゃ可愛くてさ、ガッサンミラーボールありがとうございます。急にね、急にね、一昨日かな、急に、よ、本当に。まあ LINE は割とずっとしてたけど、急にね、七日からね、いぶきさんと公演楽しいですって LINE で来てね、めちゃくちゃおもろかった。ゆうじさん、ハートありがとうございます。あおいちゃん、コーヒーじゃない、ホットココアありがとうございます。あおいちゃん、ハートありがとうございます。ね、これってさ、お母ちゃんのだよね。うん、このネックレス、まんちゃんなの。あ、そうなの。佐藤さん、にじろのしありがとうございます。ゆうゆうさん、ハートありがとうございます。吉原さん、だるまありがとうございます。そう、急に、なんて返事してんの、え、嬉しいみたいな返したの。香港のジャッキーさん、ハートありがとうございます。私ね、 LINE 下手なんですよね。 LINE っていうか日本語、日本語、いや文面が下手なんだよね。やり取りをするというものがあんまり得意じゃないちゅう話やね。絵文字も使わないしね。なんて言ったって、明日やっといぶちゃん始めだって。そうなの？え、明日来る人？ヨッシーさん、ハートありがとうございます。ケイティのハートありがとうございます。スタンプとか使うの？使わないです、ほぼほぼ。前髪開けてる髪型大人っぽくて好き。あのさ、みんなさ、あれなんだよ、実はいぶき初期の頃前髪なかったんだよ。あれだったんだよ、知ってた？最近いぶきのことを好きになったよって方は多分は知らないだろうけど、いぶきね、あの HKT 入ってから前髪を作り出したんですよ。それまで私、お母さんが前髪ない方が好きだったから、私はずっと前髪なかったの、こうだったの。知ってた？ってね、知らなかった、知ってただろうがよ。よいよいよ、明日行くよ。だって、あ、明日来ることいっぱいいるじゃん。じゃあいぶきコールいっぱい聞こえるってことだね。誰、サッシーさんに言われてる。そう、サッシーさんに言われて前髪切ったんです。前髪なくて赤ちゃんやったね。あ、今もか。
今は大人っぽいって言われるようになってもん。オーディション長かった時は、え、そうだよ、だからずっと長かったんだよ私、今まで、これまで人生。豚の生姜焼きできたって、え、食べたい、私もなんかお腹すいた、なんかつまみたい。あ、発作あったくない、べき昨日発作発作。いわきが一番かわいいよ、町だから私。あいちゃんペンライトありがとう、ハートもありがとう、走り人だるもありがとう。急いで仕事終わらせたい。ゆうき今日も世界一かわいい。キラリ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 。あそこが一番嬉しそうでかわいい。もちろん嬉しい。やっぱね、やっぱね、ファンの方のコールって結構私すごい心を影響する。なんかやっぱコールとかがいっぱい聞こえる。最初のテン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 の時のなんとかタイガーファイヤーとかが多かったら、なんかよっしゃよっしゃよっしゃってなるもん。ってことで私八朔食べる。八朔好きな人はーい。思わない？足のサイズは何センチ？23。明日行くよ、前前列であれ。この前めっちゃ遠かったもんね。ああ。発作？発作です。発作は大きいみかんみたいなやつで。こうやって皮が硬いのに皮を剥いて食べるんです。うん。甘みはあんまりないよ。甘いけど、普通のみかんと比べたら苦い。けど私はこれが美味しい。え、発作って何って方が聞こえるわ。発作はね、みかんの仲間。です。うまそうだよ。いぶきが食べてたら美味しそうに見えるでしょ。ほら、身がね、こんなにも大きいの。ね。もう自分のものと思って切る。あなたのじゃないです。これですか？あなたが狙ってるのは。あんたから狙ってるのはこれなんですよね。見て。あなたが狙ってるのこれですか？これです。あんたが狙ってるダメです。食べきらないやつ。あんたトラってね、せっかくね、あ、りょうきちかわいい、ありがとう。よいしょ。トラってね、結構前にお米と鰹節をあげたことがあるの。おにぎり、もういぶきで一口ぐらいのサイズ、どうせ食べないからね。でなんだけど、トラで一口も食べない、ペロペロしかできない、あれしか食べれないの。トラちゃんチュールとかちゃんと猫のやつしか食べれない。贅沢猫ちゃん。ポンポン丸虹色のしありがとうございます。海賊特急さん服ありがとう。ティッシュ、うん、猫は米食べません。でも食べさせても大丈夫、お米とカツ、あの味さえついてなければ、鰹節だったら。んどう、え、お母ちゃんの前みーちゃん食べよった。みーは食べてない。昔お母さんが野良猫拾ってきよった時やろ。うん、でもさらにこんぐらいあげて、鰹節も、うん、調べて。なんかさ、ワンちゃんとかはさ、リンゴとかさ結構食べれるじゃん。お花さん、またありがとうございます。でも
猫ちゃんを調べたらね、そういうのが少ないの。でお米と鰹節をね、もうほんとこのぐらい食べあげてみたけど食べまってんでした。ささみしか食べんわ、人間のご飯。ささみは大好きだもんね。今ものすごく眠い。寝ちゃダメだよ、起きろ。佐藤たまつさん、だるまありがとうございます。昨日ねメールで送ったこと言うわ。もうこれあのね、昨日ね超絶嬉しいことがあったの。一昨日かな、超絶嬉しいことがあって、もうこれでもかって、あのもうねやっと私のやりたいことがみたいな嬉しいことがあったの。でもそれいつかファンの方に絶対に言えるから、もうちょっと先にはなっちゃうけど言えるから、みんなお楽しみにってわけで、お楽しみに。もう楽しみ。いぶきやったよ。すずちゃんハートありがとうございます。ガッサン福ありがとう。シロさんココありがとう。トモセンタンさん、アイスクリームありがとうございます。ユージさんハートありがとう。また早く言いたいチョロコさん。どうする。うん、早く言いたい。もう言ってしまいそうだけど、今心をもうグッと抑えて。今日のリップはこちら、じゃーん。最近買いました、これとっても可愛いです。ピアローティント、可愛い。お楽しみに。グラビアかな。グラビアはしないです私は。まあ、キドちゃんかわいい、ありがとう。りょうきちハートありがとうございます。バッテンはしめさん、だるまありがとうございます。13日3ヶ月ぶりです。ワクワクグサ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 ワクワク。イブキッチン招き猫ありがとうございます。パケが、そうなのね、パケが可愛いのよ、これ。なんと言っても、まるで香水みたい。お団子に方ねぶき、最強に可愛かった。みんな、お団子好きなの？意外と。こんばんは、こんばんは、ブランさん。ココア、ホトココアありがとう。虹色の節もありがとう。今ハマっているものありますか？ない。今でしょ？ないね。ドラマはずっとだし。めっちゃ飲んでる、かわいい。いぶきっちさん、あ、読んだ。フランさん、虹色の節アルコさんハートありがとうございます。あおいちゃんハートありがとうございます。なんか今すごい無性にあの青じそのドレッシング、あの野菜食べたい。急に訪れないかい？急に訪れないかい？むぶき明日も学校行ってくるからみんな頑張ってって言って。当たり前のことなのに。むぶき明日も学校行ってくるからみんな頑張ってって言って。頑張る、むぶき、みんなのために学校。いやだよ、友達もいないもん、高校。いやだよ。走り人をハートありがとうございます。ソーマさん音符ありがとう。一緒に行こうか。うん、一緒に来て。マジで、いやマジで一緒に来て、本当に頼む。アレスさんハートありがとうございます。ちゃんと卒業できるか。そのために言ってんだから言わないでよ。いつも元気ありがとう。こちらこそ、みんないつも元気ありがとうね。めえ、いぶきさんぼっちなの？あ、私ぼっちです。高校なんか中学校あれ奇跡だったんだなって思うくらいぼっちです、高校。はい、うん、はい。
そうです。翔太さんこんばんは。こんばんは。今週のオンライン用事あるから外からやっていい？外でいぶき大好きって叫んで、あ、言ったね。絶対叫んでね。言ったからね。お花さん、そっか、卒業の年か泣いた。そうだよ、卒業の年ね。ガッサンダルもありがとうございます。猫5匹飼ってますって、いいの？トライちゃん、トライちゃんやっぱ大きいです。ね、恥ずいからそろそろビギナー撮りたい。 www だって。何それ、ショールームのマークのやつ。遊びに来たよ、ありがとうございます。みのるさんファイト、ありがとう。仕事抜け出して授業参観したい。え、もうお願い、みんながいるだけで私も頑張れるから頼む。意外やった、てっきり友達多いのかと思ってた。え、多いよ友達。多いから、高校だけだから少ないの。少ないっていうか一人もいないけど、中学まではもう超仲良かったから、みんなとみんな仲良しだったよ。野生の銀河猫さん、ハートありがとうございます。両吉ハートありがとう。もう課題とかは全部終わったの。もう3年の分、3年の分というかもう3年間の分全部終わったの。あとはお仕事で行けなかった分のあれを、出席日数を取りに行くだけです。いぶきゆえるの成人式の着物の感想は、あ、マジ可愛かった。似合うね、あの子本当にめちゃくちゃ似合う。葵ちゃん服ありがとうございます。出席日数か、そうです、出席日数です。しゅんさん招き猫ありがとう。やるやん、まあね。課題昨日の3時ぐらいにまでをやったよ。もう一気に私やる派なので3時半ぐらいにもやりました。終わらせました、全部全部。うん、えらい。2月のオンラインは必ず取ります。もし来なかったら殴って。え、マジマジで。よっしゃ。最近ボクシングしてなかったからね、やっぱサンドバッグミット打ちそうがしたくなってんだよね。そうそうそう、今日は眉毛あるね。私眉毛いつもある。はにゃ、化粧しとった？してない、うん、してない。すっぴん、きてみるみー。リップは塗ってます。さくちゃん弟ハートありがとうございます。あおいちゃんファイト、ありがとう。あおいちゃんハートもありがとうございます。ピチピチだな、ありがとうございます。キャンユーさんハートありがとうございます。出席日数ってことは学校でどう時間ほにゃららか課題ってことね。あ、そう、もう出席とりあえず行けばいいのよ。うん、待って、スピンなの気づいてなかった。本当に可愛い、ありがとうございます。スピンです。こうやってしても何もない。眉毛も最近整えたので、やっぱ前髪なくしたい。武器けどね、聞いて、前髪なくすのもとてもいいと思う。私も伸ばすのも、ほっぺ赤いね。そう、めちゃくちゃ暑い。ほっぺ赤いね。あ、そう、めちゃくちゃ暑い。あのね、エアコン消したもんね。わかる？え、みんなすっぴんって信じてくれない？どうやって信じてくれるの？わかったよ、証明すればいいんでしょ。わー、なんかさ、海外のやつあるよね。わーお、わーお、わーおっていうやつあるよね。
たいなあるよねそれみたいじゃない。前髪でなくしたいって思う時あるんだけどさ、いびき気づいちゃったのよ。マジ摩擦摩擦泣いてる。お肌は大事にしましょう。だから思ったの、あり派の方もいるしなし派の方もいるのよ。でもね、完全に伸ばしちゃうともうありには戻せないじゃん、短いの無理じゃん。でも私最近ね、なしで前髪がこうやってあってもなくせるってことに気がついたの。だから短くはいるよ、前髪短くはいるけどなくすことも、こうやってもうちょっと上げ肩をつけたらなくすこともできるよ。すっぴん押さないね。そうなんだよ。でもね、カラコン、あ、すっぴん、嘘、カラコン入れてるわ。カラコンはね大事だと思ってて、カラコンいびきないとね本当に黒目がねこんなんなんです。そう、モナカの写真見たらわかります。2024年初のいつもの顔お願いします。です。最近ファンになりましたって、年をありがとう。いや、年をにファン、年をがファンになってくっていうとっても嬉しいよ。年をありがとうな、これからもよろしくな年を。ドヤ顔、ドヤ顔じゃないよこの顔は、目を見開いてる顔です。ねね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 ね。コニックさん、はじめまして。はじめまして。前髪を削るのも可愛いよね、可愛いのよね。だって勇気だったら何でも OK ということでよろしいかにゃ、よろしいかな、よろしいかにゃ。新チーム H で見る回数増えたので、そのままおしゃべり会の件まで取りまして、よろしくお願いします、よろしくお願いします。わーい、かわちい、こんばんは、こんばんは。ブーちゃんと結婚したら毎日が幸せだな。だっていぶき将来結婚できるわ。じゃあこれお母さんたちに言われんのよ、いぶき。お母さんとかお姉ちゃんから絶対にいぶきは結婚できないって言われるけど、ほらやっぱそう思ってくれてる人いるんだよ。お母さん、ねねも聞いて起きて。そうだよね、いぶきもそう思う。いぶきも絶対幸せに、あのいぶき超いい人だと思う。うん、パジャドラでもイブノン楽しそうすぎて嫉妬。嘘つけ、イブノンのペアが一番好きでしょ。実際、実際どのペアが好きな人多いんかな、いろいろあるけど。3月はお話し会で初めましていきますねって、ありがとうございます。嬉しい。イブキは料理、洗濯、掃除はできるの？できるよ、もちろんできなくはないよ。でもマジ料理とか全然大好きだし、掃除と洗濯はもう別に置いといて、でもやれって言われたらできないこともない。今お母様がいるからお母様がやってくれるけど、料理は全然私得意分野。来週のオンライン楽しみだって。あ、だ、ダンホン、いぶきも楽しみ。イブソノ、あ、この前 LINE したよ、そのちゃんと。料理うまいのは間違いない。え、そうでしょ、もうイブキのことをね知ってくれてる人は知ってると思うね、メールとかでも割と。うんうん、
そう、意外とできるよ私。それで言うと浴衣も着付けできるしね、いぶき。うん、みんなが思ってるより私優秀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 だよ。じゃあ部屋片付けて。部屋はまた別です部屋は自分の場所だからいいんだもん。別にね、足の踏み場があれば全然いいと思う。でも全然綺麗やし今。お母さんが片付けたのびっくりした。綺麗だから。ゆうなちゃんがいぶきの話してた。いつ？そうでしょ、優秀でしょ。お料理配信はもう見たことない。お料理配信はしたことないってくらいしたことない。じゃあ私お菓子作りは一個はして、お菓子作りは苦手だから目分量じゃないとできない。ゆうなもショールームしてると、え、ゆうなちゃんコラボしようって言って。誰か、あ、みなるさん服、なにこれでかっ、ありがとう服。ゆうなちゃんに誰かがいぶきとコラボしようって言ってきて。いやまれ時代してたじゃん、怖かった。だって、え、やまれ時代してたっけ。チーク口かな、ほにょ。ポップコーンさん、本当ありがとうございます。あ、これ内緒の話やけど、イブメール撮り始めました。あ、これは多分ナナカとの写真が多いって気がついて撮り始めましたね。私の推測はそう思います。じゃん。そういえば最近は渋みなと、いぶきが可愛い、なんか仲良しで可愛い。仲良しだよ。え、割と話すよ。ご飯も二人で行ったことあるよ。ファントムさん、ハートありがとうございます。そうね、はるちゃんとなんかしたんだってね。お菓子、いび、いぶし銀さん、ハートありがとうございます。パイセン、昨日誕生日だったから祝ってよ。お、いいよ、せーの。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアシンシャン、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、いつもありがとう。チェキラートラー、いいよいいよって言ってますって。よし、じゃあちょっとゆうなちゃんとコラボなんてしてみたりなんて。ともっせんたんさん、くましゃん、ありがとうございます。してみたりなんてしようかなと思うのですが、これどうやってやるの新しきなちなみにやけど、ちなみにこれどうやってやるんですかね。あ、ゆうなちゃんわからんってやり方だ。私もわかりませんね、これ。あ、できないです、ゆうなちゃん、できないです。これどうやってやるの、みんなどうやってやるよったと。できないです、ゆうなちゃん、ごめんね。ちょっとゆうなちゃんにやりたかったやろうけど、ごめんねってお伝えくださいよろしくお願いします。あ、絶対につけてくださいね。ごめんねって、あの、やりたかっただろうけど、ちょっと今日は多めに見てってお願いしますね。ちょっと、やりたかっただろうな、ゆうなちゃん、かわいそうだな。申し訳ないことをしたよ、期待だけさせてしまって、ほんと罪の女。ペチペチ。杉太郎さん、ポンポン、バカグザ立つ、ありがとう。和夫さん、ハートありがとうございます。二人とも機械音痴か、あ、とても機械音痴です。シロさん、ファイト、ありがとう。ユウナ申請するらしい。どうやってさ、どうやってやるの、できるの、ユウナちゃんできるの、ユウナちゃん。泣いてないトラ今。
泣いてます。多分できないと思いますね、ゆなちゃんなので。難しいねこれね。香港のジャッキーさん、猫ちゃんありがとうございます。ゆなから無理です、ごめんなさいと。あ、え、もう本当にゆなちゃんってそういうところなんですよね。ゆなちゃんっていぶきのこと大好きなのに、あのツンデレなんですよ。そう、頑張ってやろうとしてかわいい。じゃあちょっといぶきも頑張ってやってみる。ちょっと調べてみるね。ショールームコラボ配信できない。配信管理メニュー内のコラボ配信機能をオンにする、オンに設定を変更する。何それ、コラボ配信、何それ、わかりません、わかりません。イブちゃんのそのノリ本当に何面白い。一旦どっちかオフしないとできないの。あ、そうなの。じゃあイブキどっちにしろ8時までに終わろうと思ってたから、一旦ランキング、あ、でもさ消えないよね、一回イブキが消して。消えちゃうかな、武器が一回消したら。ランキング読んでたらいいかな。ランキング読んどこうかな、怖いし。じゃあ一旦ランキングを読んで私が切ります。ってことで、でもできないっていう報告もしたいから、どっちにしろちょっと ランキングスクショしとくわ。ランキングスクショして配信切ってみるね。はい、 OK。それでは